どうもクラネット奏者の和です。今日は雑談動画にさせてください。ちょっと昨日ね、ちょっと動画出せなくて申し訳ありませんでした。今日は楽器全般というかクラネット以外の楽器にも通用する話なんですけれども、楽器が上達する裏技ということでね、あまり他の人が喋らないアプローチでお話しさせていただきたいと思います。今まで話してきた、雑談動画とかクラリネットの、クラリネットに限らず楽器のことで、上達するテクニックっていうのはあくまで基本的なところ、基礎的なところとか応用的なところでも結構王道的な方法をお伝えしてきましたけれども、今日お話しするのはいろんな競技とかスポーツとか音楽とか芸術とかにも言えるんですけれども、ある種応用編というか、そういうところをねお話ししていきたいと思います。非常にどんな業界にも当てはまることなのでね、楽器以外にも応用していただきたいなと思うんですけど、すごいもったいぶってる。でこの方法を言うと絶対に叩く人がいます、私のことで。もう何も言わずにね、叩いたり非難したりアンチを言う人がいるんです、最初に。だから最初から言っとくけど、信じられないかもしれないけどってところをね、ちょっとね前もってあの言っときたいと思います。これ本当なんですよってことをね言っときたい。すごいもったいぶって申し訳ないんですけれども、楽器が上達する、もしくは勉強でもいいんです、何でもいい、楽器が一番わかりやすいんで、楽器が上達する一番の近道は、基礎練習やロングトーンとかそういうことやってる上でですよ、そういうことある程度やってる上で、一番簡単な近道は好きなことしかやらないことなんですね。夢中になれることしかやらないこと、これが上達への最短ルートなんですね。これ言うと好きなことばっかりやって嫌なことから目を背けるのかっていうお叱りを受けること結構あるんですけれども、人間ね嫌なことは上達しないんですよ、本当に。だから自分の好きなことをどんどん伸ばしていって、得意なこと、楽しいこと、面白いって思えることをどん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 そこだけをひたすらやって伸ばしていって、苦手な部分や嫌な部分っていうのをカバーしていくっていうのが上達する最短ルートです。ただしこれはあくまで基礎練習とか基本的なところをある程度やってるという上でですよ。そこから逃げちゃったらやっぱ体力がつかないので、それはやってる上で、その先の話で例えばなんだろうな、自分は歌うのが得意なんですよ、音楽をひたすら歌い込むのが得意だった、昔から歌い込むのは得意で、あとは全部苦手だったんですよ。例えば速いパッセージを動かすところとか、スタッカートでこう音を切るとか音色をきれいにしていくとか、そういうことって私全部苦手だったんです昔、ね。でコツをつかめるまでもう全然ダメで、もういろんな人に怒られてもう嫌で嫌で、解決したいんだけど何やってもうまくいかないんで、歌い込むことだけやったんですよね、ひたすら。楽しいから音楽を歌ってる時が一番幸せだった、楽しかった。でそうするとやっぱおのずといろんなところがね、そこを極めるとついてくるんですよ。音色もそうだし、パッセージもそう。だって歌い込むことが得意でも速いパッセージができないと歌い込めない場合もあるからね。そうすると歌い込むための練習っていうのをするためにパッセージをできるようになっていったりとか、音色がどんどんその歌い込むをイメージすることによって音色がこう理想のものに近づいていったりとか、スタッカートもそうなんだよね。自分がやりたいように演奏するためにどうしたらいいんだろうっていうアプローチからいくと、そこに、いい綺麗なスタッカートで演奏しなくちゃいけないとか、そういうところがね出てくるので、あくまで私の場合は音楽に入り込む手段としてこういろいろ楽しんでいった結果今があると。でいろんなパターンがあるんですよ。例えばテクニックが得意な人はひたすらテクニック磨いた方がいいんですよ、技術力。16分音符がひたすら正確にやるのがもう楽しくてしょうがないっていう人はそっちから入った方がいい。でそっちから入ることによって、その他の歌うことが苦手だった人が歌う、それちょっとどういう、ね、アプローチ組むかわからないんですが、他の苦手なところがカバーできていくっていうやり方をした方が絶対に楽器は上達します。
自分が夢中になれることをひたすら楽しいと思えること、素直に心が素直に楽しいと思えることをひたすら磨いていったり、ひたすら進んでいくと楽器は上達するのが一番早いってことですね。で、苦しいことをやっていかないとうまくならないっていう人いると思うんですけど、苦しいことをやってると絶対うまくならないですよ。だって苦しいこと、嫌なことはやりたくないことだから、考えもしないし、体が拒否してるわけですから、無理にやっても何したって上達のスピードは遅くなりますよね。そのでこの例よくあるのが、イチロー選手と大谷選手、藤井聡太選手を見て思うわけですね。まあ全員楽器ではないですけれども、藤井聡太さんって本当に将棋好きじゃない。もうあの人ほど将棋ってものが大好きな人はいない。もう楽しくてしょうがないですよ、将棋打ってる日が時が。だからあんだけ強くなれるんですよ。だって楽しいからひたすら打つじゃない。ひたすら研究していろんなこと発見して、それがまた快感になっていく。で野球の選手も、そう、大谷選手も、イチロー選手も、もう野球が大好きでしょうがない。だから大谷選手はお金が、すごい高いお金を蹴ってまで安いギャラでメジャー行ったでしょ。もうイチロー選手だってギャラがどんだけ安くなったって、現役をできる限り現役でいよう、い続けようとした。他のお金目的の選手だったらもうやめてますよ、2人とも。やってないですよ、うまく、そういう風に。だから本当に好きな人ってどん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 こう自分がね、こうモチベーション上がってって、こう実力が上がっていく。でたとえこれが才能が追いついてなかった、才能がなかったとしても、好きだったらどうにかなるんですよ。本当に好きだったら、好きじゃなかったら持たないんですよ、逆に、ね。自分が、音楽でね、こうやっていろいろ活動するっていうのも、本当に自分が楽器と音楽が好きじゃないとこれできないですよ。だって収入がさ、そんなさ、お金のためになるわけないじゃないですか。この YouTube の活動とか演奏活動がそんなにすごいいいお金になるわけない。本業の商売に専念してとか絶対に儲かるのに、やるっていうのはやっぱ好きだから、ひたすら好きだからやるんです。もちろん本業の商売も大好きだからやるんです。会社の経営もそうで、商売が好きな人じゃないと会社の経営できないです。みんな潰れていくんですよ、3年以内とか2年以内とかに。なんでかというと、みんなお金目的でお金を稼ごうと思ってやっちゃうから。その商売が好きだとどんだけ大変でも大変さを感じない。商売、楽器もそうなんだけど、楽器の演奏とか練習が苦しいって言ってる時はもう夢中になれてない証拠だから、それはね、やめちゃった方がいいんです、その夢中になれないことに関しては。周りから努力してるように見えても、自分が努力してることを自覚できないぐらい楽しんで夢中になれることっていうのが、上達したり伸びていくために大切なことです。でこれはどんなことでも、社会に出てもそう、仕事でもそう、楽しんで夢中になれること、もうなんていうかな、それをやってる時は楽しくてしょうがない。もうこうなっちゃうやつね。自分が、会社やってるのも音楽やってるのも、まあ商売、物仕入れて売るのも本当面白いんですよ。面白いからやるの。だってそうじゃなかったら、いろんなこと考えすぎちゃって逆にうつ病になっちゃいますよ、普通に、ね。仲間と音楽やる時もそうだし、何でもそうだけど、本当に楽しいことだけをやる。で今苦しいこと目の前にある人たくさんいると思います。その楽器やってても、まあ、部活がそうだと。で苦しいことがやってきてしまうのはしょうがないし、それをこなさなくちゃいけない現実もあるんです。それはしょうがない時はあるんです。同じ音楽好きでも嫌なことも降りかかってくることはある。だからそれをね、うまく受け流して、自分の好きなことをどれだけ集中してできるかっていうのが、楽器を上達したりとか、音楽を楽しんでいって、こうずっと楽器を続けていくとか、そういうことをねするために非常に大切になってくるんで、決して試練だとか、この辛さを乗り越えればなんとかっていうような事態にならないこと、そういうことが起きたら受け流すこと、ね、本当に辛いことを乗り越えたら楽しい世界があるんだじゃなくて、楽器をやってて夢中になれる環境づくりと、そういうことを選んでいく自分のスタイルっていうのをね、確立していただければ絶対に楽器は上手になります。音楽もいい音楽できるようになります。なのでとりあえずは何かに苦しい、辛いって思ってることがあるんだったら、それはいかにそれを軽くして楽器に向き合えるかってことがね、非常に大切になってくるんで、ぜひぜひね、そういうことを、なんていうかな、大変なことが起きたらこう受け流す
力と、あといかに楽しいことだけを選択して楽器に向き合っていけるかってことをね、考えていただけたらと思います。ということでね、今日はちょっと長々と熱く語ってしまいましたが、はい、楽しんでいただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。あと、ツイッターやってますんで、フォロー、もしよかったらフォローもよろしくお願いします。ということでね、今日はこんな感じで失礼します。